約10年前にですね、アメリカから私買ってきたですね、これはハーネスです。実は3本買ってきたんですけどもね、1本どうしても知人がですね、分けてくれっていうことで、仕方なく1つ、分けてあげてですね、今、ちょうど10年ちょっと使ったんですけども、まだまだ、新品とほとんど変わらないぐらいのもんなんですね。ということは、いかにローディングをやってないかということなんですけども、これはローディング用のですね、ハーネスです。で、後腕がですね、これ、ロバート・ G ・ウィール、これ、米国のですね、エリヒュー建設の創設者なんですが、彼がですね、考えて作ったものなんです。これください。これ、留め金でパンパーンと留めてますけども、この面が、これが外側です。で、どういうことかっていうと、エリヒューポインターっていうのは非常にですね、繊細な犬ですから、できるだけですね、ローディングでもストレスをかけないようにということで、考案されたものがですね、こういう形のものなんですね。で、これ、実際にはですね、これは、牛革で作られるんですけども、価格を安くするためにですね、これは、合成ゴムを使ってます。で、これが実際に肌に触れる方なんですね。ツルツルです。すべて。で、こういうストレスのかかるガタガタとした、こういう金具とかですね、それからここの折り返しのみにですね、ここは体に当たらないように鋼板されてます。日本製だと格好を良くしますので、まあ、外から見て、こういう状態にする可能性が非常に高いんですね。でも、ボブイルはですね、本当に犬のことがよくわかり、奥深いとこまでですね、研究されて、自分で作ってですね、一番いいものを、ずっと、使い続けて、82歳で亡くなりましたけども、もう、ビデオで見ても彼の犬が引いてるですね、ハーネスは、これのフェライト部分がもう、ボロボロになってますね。綿のようにね。で、それが一番、まあ、首にもですね、負担がかからないからいいらしいんですけども、それだけ気を使ってます。そこで、面白い話があります。これでですね、一生懸命、その、ハーネスを使ってトレーニングすることによってですね、カナダ北東部のですね、犬ぞりレースがあるんですけども、彼はそこで何度も優勝してます。エリフポインターでね。で、そのことを日本のですね、善良の、幹部の方が、訪問して、自慢話を聞かされてですね、実は帰ってきて、エリフポインターの先祖は、車引きの犬だと。よくリヤカーとか車力とかいうのをですね、大きいポインターで昔引っ張ってた犬が日本にはいたんですけども、そういうですね、間違った、翻訳というか通訳のですね、話を真に受けて、私がエリフポインターを輸入する、直前までですね、そういうことを言ってました。で、これは北村幸三さんにその話を聞かされて、なるほどなと、納得しましたけどもね。ということで、ハーネスの説明は終わります。